無事でよかった。俺たちには守秘義務が課せられた。すぐに人類ぞ。もうダメだ。やめろダズ、サシャを見ろ。よせ。お前からも二人に何か言ってやってくれ。無理に決まっ、とにかく早まっちゃ。なんだ。奪還作戦について説明する。まずエレン・イエガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。俺も反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味合わせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォール・ローゼが破られればもはや人類は生き延びられん。私もまだ怖いです。でも逃げるわけにはいきませんね。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで、ここで死んでくれ。これよりトロストク奪還作戦を開始する。僕たちは街中の巨人をエレンから遠ざける。壁際におびき寄せて討伐するんだ。よろしくな。私も行くわ。エレンと約束したんだ。ここで僕が死ぬわけにはいかない。しっかり頼むぜ。置いていかないでよ。壁際におびき寄せれば敵上固定砲で巨人を攻撃できる。砲撃による援護をうまく生かし作戦を進めよ。ついてこい。巨人が出現して以来人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功したとき、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。
その時が人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。これはこれまで人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。こんなもんだよ。やるよ。救援要請だ。討伐神は急いで前線に向かいましょう。しっかり頼むぜ。巨人の数を減らせたかな。ヘレン、あとは頼んだよ。あの縁談、何が起こっているんだ。やるよ。装置が故障してんのか。やばそうだね。間に合うかな。今助けるぞ。始末してやる。ダブ
相手になるよ。やるよ。よろしくな。このまま片付けよう。しっかり頼むぜ。巨人なんかに屈しません。すごいんだな。始末してやる。次だ。応急処置はできた。これでなんとか立体起動ができる。相手になるよ。それはいいけど、巨人に囲まれたよ。どうする？ダブ！アルミ！それに同期の新兵か。ここにいちゃまずい。壁まで逃げるぞ。やるよ。できなかったあの時とは違う。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。ここだ。行くぞ。上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、
戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。おい待て、エレン、ロカサ、一体何が。始末してやる。まずい、誰か。サシャ、しっかり頼むぜ。ありがとう、ここからは君たちを援護するよ。やるよ。討伐完了。お前らを援護する。エレン、しっかりして。あなたはあの岩で穴を塞ぐんでしょう。トーマス完了。やるよ。まずい、エレンの周りに巨人が。くそ、群がってくる連中を倒すぞ。何をしているんだエレン。ミカサ、作戦はどうなった。エレンはどうなっているんだ。その巨人にはエレンの意志が反映されてない。作戦は失敗した。このままじゃ全滅する。始末してやる。やるよ。片付けよう。イエーガーのやつ、私たちにも攻撃を。始末してやる。ベルタブ、しっかり頼むぜ。次だ。ワイルになるよ。随分張り切っているな。
しっかり頼むぜ。もう無理だ。撤退するしかない。僕はまだ死ぬわけにはいかないんだ。巨人が、くそ、群がってくる連中を倒すぞ。始末してやる。何をしているんだエレン。味方、作戦はどうなった。エレンはどうなっているんだ。その巨人にはエレンの意志が反映されてない。作戦は失敗した。このままじゃ全滅する。相手になるよ。討伐完了。片付けよう。こんなもんだ。すごいよ、その調子だ。始末してやる。さあ、ベルトルト。わかった。エレンの周りの巨人は何とか一通り討伐できた。僕がエレンをここから出す。ミカサたちはここを巨人から守ってくれ。セコ、後方の巨人をやれ。ミタビと俺で前の2体をやる。イエーガーを無防備な状態のまま置いてはいけない。相手にこいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて本気なの。なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせずにどうやって巨人に勝つ。そんな方法私が知ってるわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。アルミ、無茶はやめて。ミカサ、今自分にできることをやるんだ。ミカサが行けば助かる命があるだろう。こっちの戦況はどうなってます？ああ、どうにかな。ミカサ！わかった！さて、エルトルト！わかった！よし、ミカサたち
ちはうまくやってくれたようだ。あとは僕が。後頭部からうなじにかけて縦1メートル横10センチ大丈夫。真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ私はいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろう。俺がこの世に生まれたからだ。何が必要なんだ。またいつでも。来てくれよな。無駄死にはしない。やってやるぜ。